江戸橋江戸橋は東京都中央区にある日本橋側に架かる橋である。南岸の中央区日本橋と北岸の中央区日本橋本町に架かっている都道316号昭和通りを通す橋である。江戸橋のほぼ上空には首都高速道路江戸橋ジャンクションがあり、交通の要衝にもなっている。名所江戸百景。 日本橋江戸橋作品名は、日本橋から江戸橋を望むのい17世紀に、大船町と本在木町の間の日本橋側にかけられた。当初の位置は、現在より下流にあり、すぐ東脇を楓川が縦貫していた。1632年成立の武州豊島郡江戸小図では写本によって江戸橋が描かれているものといないものがあり、 はじめか年代を1631年頃とする説と次に登場する昭和年間江戸大江津までの間とする説がある。共鳴の由来は隣の日本橋との連想から命名されたとする説の外都市化以前の江戸中心部がこの周辺だったのではないかと推測する説がある。橋の下は漁船や乗り合いの船が集まり、南側には船宿があったほか、 隅田川の船遊びのための屋形船なども停泊していた。南西側は木更津菓子と呼ばれ、江戸と風砂国木更津を行き来する木更津船が発着した。南詰めには明暦の大火後防火のため江戸橋広工事が設けられ、にぎわった。1875年5月に石橋に、1901年には鉄橋へ改め課されている。 1927年昭和通り開通に伴い、現在地にかけ直された。1928年より1973年まで、現在の中央区日本橋、昭和通りを中心としたほぼ東半分を江戸橋、中央通りを中心としたほぼ西半分を通としていた。成立以前における以下の長域が相当する。 都営地下鉄日本橋駅は開業当時住所が江戸橋であり、長く江戸橋駅と名乗っていたが、1989年、解消した。また、現在でも昭和通り、永代通りとの江戸橋一丁目交差点として、当時の名残がある。東京市町名遠隔市など水イを忍ぶ引く暮らしを、支え高線と、掘り割り東京建物、2018年6月16日、閲覧。 ありがとうございます。